元その助は中華人民共和国の軍人。第18期、19期中国共産党中央、政治局委員、党中央軍事委員会副主席、国家中央軍事委員会副主席。階級は空軍上昇。1966年、空軍第一航空予備学校入校し、パイロット訓練を受ける。1967年7月、中国共産党入党。 空軍第8航空学校と第5航空学校へ転校する。1969年8月卒業後、パイロットとして空軍で勤務。1983年、市長に任命。1984年、副軍長に任命。1985年、空軍上海指揮所参謀長、国防大学で研修。1991年、空軍軍長に任命され。 空軍少将に昇格。1993年、空軍副参謀長、国防大学で研修。1994年、空軍参謀長。1996年、空軍中将に昇格。1999年、新洋軍区副司令兼空軍司令。2001年、国防大学で研修。2004年、中国人民解放軍副総参謀長。 2007年6月20日、空軍上昇に昇格。2007年9月、空軍司令員に任命される。2007、国際連合軍事演習の中国軍方式官を務める。2008年3月16日、第11期全国人民代表大会第1回会議にて、中華人民共和国中央軍事委員会委員に選出。2012年11月、 第17期中央委員会第7回全体会議において、党中央軍事委員会副主席に選出。11月15日の第18期中央委員会第1回全体会議にて、党中央政治局委員に選出され、党中央軍事委員会副主席に再選出された。2013年3月15日、第12期全人代第1回会議において中華。 人民共和国中央軍事委員会副主席に選出された。第15期中央候補委員、第16.1718期中央委員、第18期19期中央政治局委員。中華人民共和国全国人民、代表大会広告中国共産党、第17届中央委員会第7次、全体会議候補中国共産党、第十八届中央委員会第一次、 全大会議広報中華人民共和国全国人民代表大会広告。ありがとうございます。